東道高清寛永17年8月15日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将、東道家一門重臣、東道虎高の三男、通称は洋江門。官位は十五位下、出雲守。天正十三年に東道虎高の三男として生まれる。母は宮崎一郎左衛門の,の娘で、東道高虎の異母帝にあたる。妻は、 戦国秀久の娘である。慶長七年にいた島城内で建服し、異母兄の東道高虎の旧将であるヨエモンを継ぎ、五千国を与えられる。慶長十九年の大阪冬の陣でウイ陣し、高虎から宇宙軍を任されて十六期の侍組、増票合わせて三百人ほどを指揮し、真田丸の攻防戦では銃弾を股に受けるほど、奮戦した。 翌年の大阪夏の陣では、いがらばり城の城代を命じられ、留守を任されるが、高清は、高虎の命令に反し、密かに、数名の家臣を引き連れて、河内千塚で、高虎に参陣を願ったが許されなかった。それでも、同じく無断で出陣してきた弟の東堂正隆と、共に、八尾の戦いに高虎の許可なしで参陣し、五十の支給を得る大活躍をした。戦後、 高虎から、功績は認められず、命令違反を問われ所領は没収され、伊勢さんが野村に撤去させられる。現な五年に罪を許され伊賀上野城の城代となった。その後、よく宗家を補佐し、寛永十七年の八月十五日に没収した。遺体は伊賀上野の長者屋敷に葬られた。ありがとうございます。